ースロックの提供でお送りします。どうもウェダックスです。本日はアースロックの提供でお送りします。アースロック H670 スティールレジェンド、こちらを提供していただきました。プラス i5-12600K、 こちらも提供していただきました。この2つの組み合わせでね、パソコンを組んでみたんで、こんな感じです。で、まあクーラーが実はリテールクーラーで試したんですけど、温度がちょっと90度超えてくるのでさすがに無理ということで、ディープクールのクーラーに変えました。で、メモリは8ギガ2枚、16ギガとなっております。で、スペックの方はBIOS の画面でちょっと確認していただきたいんですけど、まあ CPU 12600K 3700MHz 16GB 2枚です。で、 SSD 256GB、 温度は26度と安定している状態。はい、そしたらこの状態から再起動かけて Windows 起動したいと思います。で、 Windows 起動するまでですね、この環境ですね、一応ここでパフォーマンス、ワットですね、確認できるようにしておりますので、シネベンチ中はこれが見えるようにしたいと思います。はい。そしたら Windows の方がそろそろ起動するんじゃないかなと思います。はい、起動しました。で、パフォーマンスなんですけど、CPU とマザーボードで測るパフォーマンスといえば、個人的にはシネベンチしか思いつかないので、シネベンチを実行したいと思います。R23。はい。これでスコアがどれぐらい出るかですね。で、あとはタスクマネージャーを起動しておいて、パフォーマンスですね。P コア、E コアっていうのがあるんですけど、多分こっから上が P コアで、この下は E コアのはずなんですね。10コア16スレッド。16スレッド。はい、あとは温度ですね。温度は基本的に100度いかなければ大丈夫だとは思います。まあいかないですけど、その状態でテストしたいと思います。じゃあ私は消しておいてスタート。で、まあ世の中的にはベンチマークっていうのはもうバンバン出てるんで、12600K の性能が十分発揮できればこれぐらいのスコアは出るよっていうのは分かっていると思います。まあ、その辺の数値が出てくれればいいかなと。で、XMP は有効にしておりません。だからメモリはデフォルトですし、マザーの設定特に触っておりません。CPU を乗っけ、クーラーを乗っけ、メモリを2枚挿した。それだけの状態で出るスコアですので、スティールレジェンドとこの 12600K の組み合わせで、これだけのパフォーマンスが出るんだなという指針になればいいかなと思います。温度の方は60度。以下でなんとか収まっている感じですね。もう少しで終わります。基本的に CPU はパワーは一番下だけは天井に行かないですね。終わりました。スコア17068ですね。17000を超えるっていうのがすごいことです。はい、下のスリッパーを抜いてますね。すごいな。だからこれが Windows 10でやると、ひょっとしたらこれより数値落ちるかもしれないんですね。その辺が P コア、E コアの使いどころなのかどうかはちょっとやってみないとわからないですね。また次回にでもやってみたいと思います。で、本日は、アスロックさん提供で、ぜひパフォーマンステストをお願いしたいということでやっておりますので、やってみました。はい。ということです。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。どうだったでしょうか。シングルコアの方はまた別枠で出しときますんで、チェックできたと思います。で、ワット数ですね、だいたい160半ばが最高で、それ以上はいかないですね。それ以上使うならグラフィックボードをつけてゲームを動かす。だからこの構成だけなら電源としては 350W ぐらいあれば十分なんですね。プラスグラフィックボードを載せるなら、まあ倍ぐらい、700W ぐらいあった方がいいかもしれないです。
で、今回はちょっとマザーボードと CPU という組み合わせだけでテストしました。で、できれば今後グラフィックボード追加してやっていきたいと思います。で、ゲームでどうなのか、あとは12400とどうなのか。価格的に12400がかなり売れてるんですけども、あっちには E コアがないんですよ。で、E コアがないことによってどれぐらいの差があるのかっていうのが分かるものが見つかれば、それも比較していきたいかなと思います。はい。今回、何よりアスロックさんから提供していただいたスティールレジェンドっていうのはすごく嬉しくて、で、CPU もありがたいことに提供していただきました。で、普段から私はよくスティールレジェンドを使ってます。なぜかといえば、壊れないというか故障しない、トラブらない。で、外に出すときにもアスロックのマザーがよく使います。で、デスクミニがあるじゃないですか、ベアボーン。もうね、多分20台は作ったんじゃないかな。サクッとできるし、10分ぐらいで作れる。で、自分のメインも結局はデスクミニにしました。デスクミニにインテル i7 入れて、で、クーラーいいのをつけて、静かにビデオ編集ができるようになってます。で、写真の現像とかにも使ってます。まあ、ゲームをしないという前提であれば、デスクミニでも結構十分だという感じ。今後もできたら、こういうことをやっていけたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いします。で、皆さんもぜひご期待ください。はい。2回目です。本日は。もう一個。動作確認の方を、もう一本の方でやってるんですよ。もしそれが見れたらぜひ見てください。本日はこれにて終わります。ウェイダックスでした。バイバイ。